カフカ。2013年、土屋正美を中心に誕生したプロジェクト。デルジベットの一世、元ソフトバレーの森岡健、ザ・マッドカプセルマーケッツの元カツ、ハイエータスの上野浩二という刺激的なラインナップで登場。一世さんがボイトレの時代から、インディーの最後に出てきます。ようこそ、カフカです。先月ファーストアルバム出したばっかりの新人です。どうぞよろしく。ではそのファーストアルバムの中から一曲聴いてください。ジャッタ・ミッドナイト。
ファントムのアルバムから1曲、プリズナスペシャルな日にこの舞台に立てたこと本当に光栄に思ってます。どうもありがとうございます。スペシャルついでに僕のとってもスペシャルな友達が一緒にやってくれます。知ってるくせに杉澤4分の1世紀近くお友達を続けてもらっているんですけど、
思い起こすと90年代にね、一度あったんですよ、こういうことは。僕がやめろやめろっていうのに、やっぱりこういうすごい無理なイベントをやりまして、見た人いるかな、アブストラクトデイ、うん、あれは貴重なイベントですよ、本当に。で、その時もリハの時に僕、杉蔵君と膝を交えて、ねえ、やめない言ったら、一回だけやらせてくださいって、その一回が21世紀まで続いてます。いや、素晴らしい。いや、その時その時をね、全力で生きてれば大丈夫、問題ない、大丈夫、よし。そしたら、このカフカを結成するのに、とても刺激になったバンドの曲を一曲やらせてください。ジョイディビジョンでトランスミッション。Radio, right transition.